一回アテレコ取り戻そう感覚を。これ無駄な雑音入れると大変だからさ、結構難しいんだよね。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、充電できてないからね、まだこれ今 9% しかないからね、充電が。その間星なんか繋いで DJ 星のスーパーラジオやって、DJ ラジオ星の、はい、DJ ラジオ星の始まりました。司会はこの私、司会は司会はこの私死んでる、もうすでに死んでるパーソナリティ。司会はこの私、大篠が死んでおります。死んで進めます。死んで進め。死んでも進めます。あ、私死んでますけどね。いや、やめてくれ。じゃあ。どっちから行く、俺と星野。まず一人妖怪行った方がいいでしょ、これは。テーマ決めていこうで、じゃあ。まず一回流しても、流すか。初級、上級は。初級。一人。これ変わってない？いや、全部変わってないんだけど、多分この辺は。結構変わったとこ多い気がするんだけど、少し。気のせいやんなかったところがあったから。かもしれない。前あれやっとけよな、あの座ってやるやつ超面白かったね。企画受けすんの。長いよ。いらない、そんないらない。説明が長いよ、お話が長いよ。だね、しんべヱなんだっけ、これしんべヱだね。しんべヱか。きり丸キャベツの千切り上がり、なんだろう、大根のかつらむき終わりました。やっぱ穴が上向いた。3人ともご苦労さま。学園長はなんで食事当番しなくていいの？それは学園長だからじゃない？学園長って偉いの？長がつくから偉いんじゃない？園長とか組合長とか課長とか。そうか、じゃあ団長とか課長とか編集長って偉いんだ。すごい。はあ、なるほどね。練習。俺はサボってました。はい、3人ともご苦労様。ねえ、吉田はなんで食事当番しなくていいの？それは学園長だからじゃない？吉田は学園長だから。長はつくから偉いんじゃない？園長とか組合長とか課長とか。そっか、じゃあ星野はそんな偉くないんだ。すっごい、あいつなんだろう、あいつ。ああ、はあ。これで行こう。吉田はあっちがサボってました。3人ともご苦労様。ねえ、吉田はなんで食事当番しなくていいの？それは学園長だからじゃない？吉田ってそんな偉いの？長がつくから偉いんじゃない？園長とか組合長とか課長とか。そっか、じゃあ星なんであんなダメなんだよ、あいつ。何してんの、あいつ。今頃会っちゃってさ。え、吉田はなんで職業場しなくていいの？それは学園長だからじゃない？まさか学園長長がつくから偉いんじゃない？園長とか組合長とか課長とか。いや、意外とパワー入ってたね。思いのかね。結構困るんだよね、これ。大きい声で言った方がいいかもね。どうせゴー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 はしない。DJ ラジオ星野のマジカルラジオレパーソン。 DJ 星野のラジオ。はい、今週も始まりました、死体の星野です。朝ずにオレンジがゲストに迎えております。こんにちは、私133円です。よろしく
んです。本当にヘムヘムの犯人なんだな。まあ、なぜかのストーリー変わったし、そこにはいねえだろうからな。でもはっきりした証拠なし。ちょうどヘムヘムがそんなことするわけないよ。どうしたんだしんべえ。ねえねえ、もしかして犯人は体が犬の形をした人間かも。おいおいしんべえ、何言い出すかと思えば熱くもあんじゃねえの。しんべえ、そんな人間いるわけないよ。だってほら、乱太郎だとむずくね。おい吉田、お前が犯人か。めっちゃ早いよ、早いぞ今の。カマを持ってく犬なんてそらにはいねえだろうからな。証拠バッチリ揃ってんのぞ。そうだよ、ヘムヘムがそんなことするわけないよ。まさかヘムヘムが疑われるしまった。どうしたんだしんべ。ねえねえ、もしかして犯人は体が犬の形をした人間かも。てめえ男ってんのか。おいおいしんべ、何言い出すかと思えば熱くあんじゃねえの。てめえ外事だろ。だってほら、十分練習は OK。 本当に石村が犯人だよな。まあ鍋や釜を持ってく犬なんてそんなにいねえだろうからな。まあ証拠も揃ってるしな。そうだよ、ヘムヘムがそんなことするわけないよ。うっせえな。猿の形脱線だろうが。おいおいしんべえ、何言い出すかと思えば熱くもあんじゃねえの。石村に決まってるだろうが。だってほら、もう絶対入ってやれ。入れてみた。本当に石村が犯人だよな。まあ鍋や釜を持ってく犬なんてそこらにはいねえだろうからな。犬扱い、犬扱い。そうだよ、ヘムヘムがそんなことない。ヘムヘムが振り込み開いすぎて笑っちゃうんだよ。どうしたんだしんべ。心の声が燃えてたよ。の形だ。おいおいしんべ、何言い出すかと思えば熱くもあんじゃねえの。志村に決まってるんだろうが。だってほら、なるほどね、まともなのがキリマルしかいないしこれいけんな。